はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、白タンフレンズということで、もう白の優秀なねプレーンズウォーカーとかその他諸々の除去をただ詰め込んだというね感じのデッキです。まあ、大天使エルズペス、放浪王、華やいだエルズペスに、放浪者と、まあ、放浪者とねエルズペスはもう毎ターンガンガントークン出していけるんで、まあ、あとここら辺もまあまあ優秀なプレーンズウォーカーなんでね。でまあ序盤はね、エルズペスの強打と軍備放棄、まあ、ここで相手のクリーチャー除去しながら5馬カーンへの進行で相手の動きをねちょっと邪魔しながらね、で婚礼の発表で盾作りながらフレンズウォーカーに流れていくという感じのねシンプルなデッキです。さあ早速やっていきましょう。まあパワーカードばっかりなんでね、なんだかんだ押し切れるんじゃないかなと思います。はい、プレイ。ああ、もう嫌な予感しかしないやつだな。このパターンはダメだろうな、マリガン。ほんと極端だね。さっきのハンドとこれ混ざってたらいい感じなんだけどね。まあでもあのハンドは絶対に3枚目引かんかな。相手は五色ハントですかね、ランプデッキですかね。そんな感じですね。これは苦労しそうだな。さあアタック。戦の束縛があるんでしょうか。とりあえず殴らせて。婚礼の発表、ここに飛んでくるか、ね、全然ライフ削れんぞこれ。早めにウルザの支配とか引いてほしいですね。歴戦の束縛吹っ飛ばしていきたい。なかなかえぐいな。ターン終了。まあ、先に培養してくれたのはありがたいかな。
さあどうする。殴っては来ないか。さあ婚礼の発表。軍備放棄いきましょう。サダック。さあ、ツゾロ。次のターン、グバカーンとフォローで展開していけそうですね。厄介だな。厄介すぎるやろ。しかもこいつ警戒持ってたっけ。やだな。しかも力戦の束縛か。厳しいな。厳しいな。とりあえず運命的不在。さらにゴバハンの進行。サダック。全然関係なくアトラクサで厄介だな。まあウルザーの支配でなんとか全部吹っ飛ばしたいところだけど。サターンもらいます。ん？なんかできることある？止まってるけど。カード捨てるのか。お、こっちか。捨ててくれた。それは地味にありがたい。サダック。
ターンもらいます。対はね仕方ないかなと思います。あ、もらいます。とりあえず1体でアタックしとこうか。普通に飛行つけといてもよかったか。さあ、つか。もうでも行くならここか。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、ラクドスか。緑も出てきた。さあ、5番ファンへの進行。ああ、八百長か。八百長どかしとこう。まあ、6点もらいます。
ぱ大天使エグゼプス。サブロック、さあグリーンでこい。さあターン終了。さあドロスの魔人が出てくる。で魔人にカウンター乗せようとしたところで運命的不在で倒していきます。ターンもらいます。さあダック、でいいか。さあこれでターン終了。ここからサイズで勝負していきたいですね。守りながらね戦っていきたい。向こうはでかいからな、早めにライフ削っていかんと。多元宇宙の突破とかも入ってるかどうかね、そこら辺が気になるところですね。サダック。
さあ、おバカへの進行を裏返していきます。でもここがね、やっぱトークン出し放題なのが非常に強いよね。ターン終了。さあ、サイズがでかくなる。チャンブラときますか。まあ、5で両方倒しに来るんじゃないかな。そこに救済の波動がめっちゃ刺さる。あ、フォロー。 I've learned much during my travels. Let me show you. I have got new moves to teach you. さあ、もらいます。さあ、プライチカウンター乗せて殴っていきましょう。 Remember your training. さあ、3体でアタック。さあ、そしてトークン出していきます。さあ、ターンを知る。まあ、次ドロスの魔人とか来たら、まあこれですね。運命的不在でカウンター乗せるタイミングで倒していけば。さあ、運命的不在。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。まあまあ
この2枚あればホロ王までは確実にいけるでしょう。さあ軍備放棄、特別とかが入ってないからね、果たしてどうなるか。運命的破壊。さあ次のターンがね、ちょっと若干弱いかな。ドローとかしてくれたらいいけど、まあまあこれはありがたいか。使う吹っ飛ばすカード入れとけよかったかな。なるほどね、これはやりたい放題だな。まあ OK かな。さあ運命的不在、まあちょっと流すカードないからな、しんどいな。流すカードないのがほんとしんどい。思い切ったな、ハンコンで。ちょっとフォローを警戒してなさすぎじゃない？こちらとしてはかなり美味しいけど、まあ まあこれはかなりいい感じですね。クリーチャー化した後に放浪者で相手のクリーチャー一体にしちゃいましょうか。これどうなの？変身しようないよね、コピーしても。焦る。まあ無常の神さえ追放できれば。サターンを終了。はい、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。白タンフレンズということで、どうだろうね。なんかハマれば強い。相手が国別頼りだった時とかすごい強い動きをしてくれたりするけども、フレンズオーカーガンガン倒せるデッキだとね、結構やっぱ脆かったりするね。まあアグロ系にはでも強いのかなと。クリーチャーデッキには結構強く戦えるような感じはしますけど、まあコントロールデッキはフレンズオーカー1体出せるかどうかっていうところですかね。ウルザの支配のあと枚数とかもちょっと検討かな。でもこれ使うとね、なんかこっちの置物もぶっ壊れるんで、ちょっと悩ましいところですね。はい、まあそんな感じで、フレンズ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。